アルゼンチンの真の英雄はどっちだ？メッシ対マラドーナ。サッカー大国アルゼンチン、絶対的スターを中心に過去3度のワールドカップ優勝を誇る強豪国。そんなアルゼンチンには神の子と称される2人の選手が。ディエゴ・マラドーナ、リオネル・メッシ。両選手とも恵まれない体格にもかかわらず、圧倒的なドリブルでピッチを切り裂く姿から比較されることの多い彼ら。今回はそんな彼らを戦わせる真の英雄対決を開催。アルゼンチンナンバーワンプレイヤーの称号を得るべくついに実現したこの対決。この勝負はホーム&アウェーの2試合で決着をつけることに。サッカー界の伝説マラドーナか、現代サッカーの最高傑作メッシか。互いのプライドをかけた勝負が今始まる。試合は5分。メッシがバイタルでボールを持つと積極的に狙う。すると11分、今度はマラドーナが左足で強烈なシュートを放ち、譲らない両者。18分にはセンタリングからマラドーナの神の手ではなくヘディングでゴールに迫る。試合が動いたのは25分、マラドーナがボールを奪うと左足一閃。これぞまさにスーパーゴール。伝説の男がその名に恥じぬゴールを見せつけ均衡を破る。流れを変えるべく攻撃に出るメッシは5センチのアドバンテージを生かすパワープレー。そんな中38分、メッシがバイタルでボールを蹴ると強烈なシュートはポストを叩く。このまま前半終了かと思ったアディショナルタイム、カウンターでメッシが抜け出すと冷静に流し込む。これぞ英雄対決。メッシが終了間際の一瞬の油断を見逃さず試合を振り出しに戻したところで前半終了。エンド変わり52分、メッシは相変わらずの高さ勝負。すると64分、メッシがワンツーでサイドを崩すとクロスからヘディングゴール。ワールドカップを取り乗りに乗っているメッシがこの対決でも圧倒的な存在感を見せつける。この高さを生かしたヘディングゴールこそまさにメッシの形。その後反撃を試みるマラドーナだったがゴールを奪うことはできず試合終了。前半はマラドーナが優位な試合展開を見せるも後半息を吹き返したメッシが逆転勝利でファーストレグを制し英雄対決を一歩リード。続くセカンドレグ、もう後がないマラドーナと若干の余裕を見せるメッシ。試合は2分、前の試合の勢いそのままにメッシが圧巻のゴール。開始早々の先制ゴールでトータルスコアを2点差に。これはメッシで決まりか。その後もメッシの攻撃は止まらずマラドーナゴールを襲い続ける。すると32分、メッシが自陣ゴール前でこのおしゃれトラップ。挑発とも取れるこのプレーに火がついたマラドーナは42分、カウンターから起死回生の同点ゴール。伝説の男がトータルスコアを1点差に戻しまだわからないこの試合。しかし前半終了間際、歓喜から1点、メッシが完璧な崩しからゴール。メッシのこの試合にかける思いは強く仲間たちと抱擁したところで前半終了。再び2点差となってしまったこの試合、マラドーナはここで終わってしまうのか。エンド変わり後半、マラドーナがサイドをえぐるとクロスからゴール。立ち上がりのいい時間帯でゴールを奪いトータルスコアは再び1点差に。その後は再びメッシの時間、圧倒的な攻撃力で次々とゴールを襲う。すると77分、メッシがサイドをえぐるとクロスからバイシクルシュート。しかしここは枠を捉えられない。そんな中終了間際の81分、マラドーナがサイドからチャンスを作る。一度は弾かれるもののこぼれ球を拾うと押し込んだ。終了間際の劇的勝ち越しゴール。
マラドーナが劣勢をひっくり返すゴールでトータルスコアを同点に持ち込んだ。勝利が見えていただけにこれは悔しいメッシ。その後ゴールは生まれず、セカンドレグはマラドーナの勝利に終わった。トータルスコアは4対4の同点で、勝ち負けはつかず、どちらも英雄という結果に。ということで検証結果、野暮な企画でした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。